船橋市小室町です。本日は、2022年12月25日日曜日の朝です。船橋の最北端の地を、見に来ております。この、二重川橋という橋があるんですけど、神崎川にかかった橋があるんですけど、この橋の根元までが、船橋市でありまして、この橋の、大部分と向こう側はすべて、東側も西側も白石になっております。で、ちょっと神崎川を、遡っていきたいと思うんですけど、これがあの神崎川です。小室町は、神崎川と二重川に囲まれた三角の、地区でありまして、この神崎川の、を遡っていきますと、そこに実は正確な船橋の最北端があるんですね。で、ここの、神崎川の、流れの、今土手を歩いてるんですけど、流れの、方向を見てほしいんですが、左から右、つまりあの地図でいうと、北側、正確には北西側から南東側に向かって流れております。で、神崎川ですね。で、この神崎川を少し遡って、土手を遡っていきますと、実はもう一つ川があります。で、それが二重川です。二重川と神崎川の合流地点付近が船橋の最北端ということになりますので、今そちらに向かっております。ここはもうすべて、向こう岸に見えるのはすべて白石になります。こちら側の、こちらの土手側はあの船橋市、基本的には船橋市なんですが、一部白石が、入っております。で、それはこれから、実際に解説をしてまいりたいと思います。はい、いよいよ、二重川と神崎川の合流地点に来ました。で、この、左手ですね、画像の左手、つまり地図でいう と、北西側から神崎川が、流れ続いておりまして、ここに、合流しているですね、南西側から合流するのが、地図でいうと左下から合流するのが二重川です。で、この二重川の流れの向きを見ていただきたいんですが、この神崎川に合流する方向で、私の向こう岸に私の影も映っておりますけど、朝日であります、この、二重川は、左から右、つまり地図でいうと、南西側から北東側に向かって、神崎川と合流します。で、地図というのはあくまでも南北の方向でありますので、高低差は違いますので、川の流れは二重川については南西側から、北東側、つまり地図でいうとまるで下から上にあるように見えますけど、地図を見るときには北から南に必ず川が流れているとは思わない方がよろしいと思います。さて、ここの、二重川と神崎川の合流地点の一番の突端が船橋の北端とされているんですけど、川の改修工事の関係で、実はここら辺の、こちら岸のここら辺は、白石なんですね。で、白石と船橋市が、ここの岸では、接してまして、その船橋市が、飛び出てる部分が、ここら辺と、それからここら辺ですね、2箇所、少し尖ってる部分がありまして、ここの合流地点から、5メートルから10メートルぐらい行ったこの川の中のところが船橋の最北端だというふうに考えられております。緯度でいうと北緯35度47分59秒この、ダッシュで分を示し、2ダッシュで秒を示します。で、この分と秒というのは時計の数え方と一緒で、1時間のことを60分、1分のことを60秒というのと一緒で、60分で1度、60秒で1分ということになりますので、
北緯35度47分59秒になります。さて、ちなみに南端は北緯35度39分50秒ですので、その、緯度差は、まあ、約8分ぐらいですねの緯度差が船橋はあるということです。はい、以上船橋の最北端の、紹介でありました。神崎川と二重川が合流する地点のちょっと、若干南側の川の中に船橋の最北端があります。2022年12月25日日曜日朝、船橋小室町からのレポートでした。